パリ五輪第16日飛び込み、10日アクアティクスセンター男子校飛び込みで17歳の玉井陸と JSS 宝塚が日本生初のメダルとなる銀メダルを獲得日本飛び込み界の悲願を達成した飛び込み競技がまだ盛んでない日本で世界に挑み環境面では苦労しながら選手を導いた馬ぶち秀コーチ60 手作りの練習器具が並ぶプールで王国、中国に挑み続け、35年の時を経て思いが結実した。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、玉井が飛び込みを始め、練習拠点としているのが JSS 宝塚。1メートル、M と 3M の飛び板が設置された温水プール施設の裏に、幅2メートルほどの通路がある。 そこには2枚の飛び板が取り付けられ、プール横の空き地にはトランポリン2台と空中感覚を養う器具、スパッティングが1個。そして日の当たる5畳ほどのプレハブに筋力トレーニング器具が置かれている。これらはすべて1989年から JSS 宝塚でコーチをしているまぶち秀コーチが備え付けたお手製の器具。 同コーチは、88年に語学留学で中国から来日後、クラブを設立したま淵香かの子さん、86、と出会い、日本での指導に携わった。飛び込みの本場、中国で選手だった高秀コーチ。当初は競技環境の劣悪さに愕然としながらも、工夫を凝らして6大会五輪出場の寺内健史。 そして日本初の五輪メダリストとなった玉井ら多くの五輪選手を輩出した。マブチコーチは言う、簡単に言えば、中国は現代的で、日本は原始的。このような環境で陸とのような選手が出てきたことは、奇跡。日本のナショナルトレーニングセンターに指定されている土地に、日韓アリーナには一通りの練習環境が揃うが、規模が桁違いという、 例えば、中国は一つのドライランドの中に、トランポリンが20台。宇都宮は2台。スパッティングも20セットはついている。当然、国の規模や力の入れようが異なることは承知しつつ、それでも五輪は同じ舞台で戦わなければならない。来日から35年、クラブに無理を言って場所を確保し、一つずつ増やした練習器具。 最低限は揃うようになったと、玉イらが世界と戦うための強化施設を汗を流して作り上げた。かのこ氏はいつも玉イらに伝えるという。高秀コーチに感謝せなあかんでと、この日、真で市を日本の悲願達成に導いた名称は万感を込めていった。施設のことは悩み続けて、これでメダルを取れるかというのは、 全く自信がなかった時からスタートして、なかったら作ろうかと、メダルの夢を諦めるということはなく、ちょっとずつ、メダルを取ると言い続けて、苦労して、みんなの力を合わせて、とにかく陸トに取ってもらおうという思いでやってきました。玉井から首にかけてもらった銀メダル、目から溢れた涙が、すべての苦労を洗い流した。 大谷翔太